本日、ソードアートオンラインアリシゼーションの先行上映会が取り行われました。私はですね、参加できなかったんですけども、まあ正直もう僕は前回の動画でも言ったように、でも1年待とうという覚悟のもと、ソードアートオンラインアリシゼーション迎え入れるっていう体制に入ってましたんで、今日は青豚の方の先行上映会に参加してました。で、まあもう僕も皆さんにものすごく言われたので、もう出ないぞと、4期まで待てと、1年待ってなくちゃいけないぞと、シリカに会うにはというふうに言われたので、今日ももう本当にお話はいただいてたんです。アリシゼーションの先行上映会のチケットもあるけど、どうするんだというふうにね、本当にお話いただいてたんですけど、いやもう大丈夫だと。過去は振り返らないと。ね、シリカちゃんが1年後に来るんだったら、その時、テレビ放送で迎え入れるっていう体制で、青豚の方の先行上映会行きました。僕も、諦めたんですね、正直言うと。口では前回ものすごく言いましたけど、出せと、シリカちゃんを出してくれって言いましたけど、僕も正直かなり内心諦めてました。で、僕前回の動画でシリカちゃん大好きって言ってアリシゼーションはシリカゼーションになるというね、勝手なことを言いまして、もう皆さんからすごいお怒りのコメントいただいてます。もう本当に原作を読めと、何を語ってるんだと、読ませてもらいます。心にね、刺さったコメント、これは本当にね、怒らせてしまってますね。シリカとかモブ扱いされてもいいレベルだろう、かっこ笑い、原作読めよ、わらわら、シリカなんて後半にちょこっとしか出てないわ、所詮は原作には逆らえんシリカってこと、序盤からずっとマジでクソ、ただのファンがヘラヘラ文句言ってるだけ、4クールの意味を理解してないクズやんけ、原作読めアホ、原作は読まない派にしても推しキャラが出てないことに文句言ってるだけのこの動画はマジでクソ、シリカなんてどうせモブキャラなんだよ、原作読め、ただのシリカ好きなだけじゃねえか、何が裏切られるだよ、笑わすな、そんな言うならアリシゼーション見んなよ、シリカがメインで出てくるまで待ってるんだな、てかまずシリカに向かっていくって、アインクラッドの中に勝手にキリトを好きになっただけだし、今までの作品でなんかこれといった出番あったか、最後にシリカはまずないな、てかあったらおかしい、おすすめに出てきてほしくない、ブロック機能なかった、この3日間で動画外で2回ほど泣いてます。俺は何言われても構わない、俺は何言われても構わない、キモオタだとかね、クソジジイだとか臭そうとか何いつも言われてるから、そんなもんはいいの、いいのそれは。でもね、同じソードアートオンライン好きとしてね、このコメントはないですわ、さすがに。シリカちゃんを俺がじゃあね、アスナちゃんがどうだとかね、シノンがどうだとか言ったんだったらわかるけど、なんでこんなシリカちゃんをバカにするんだと、こいつらはと。俺はいいよ、本当に。何言われてもいい、俺はもう。ロリコンだとか言われてもいい。ただ、これは違うだろうと思ってね。でも俺自身、ソードアートオンラインからもう本当にこんな嫌だなと思って、俺はアニメしか見ないのに、原作読めたとかずっと言われて、俺はアニメで見たいから原作を読まないんだよ。シリカを待ってたんだよ、アニメで。でも、俺もすごい気がめいってまして、今日青豚の先行上映会行ってたんです。で、青豚の先行上映会の終わった後にツイッター見ました。青豚のね、評価見ようと思って、そしたらうちのリスナーさんがね、ソードアートオンラインの先行上映会行ってて、ちょうどその日に竹内さんとシリカ出てますよ、一応からって言われてて。連絡ありまして、セリフもちゃんとあります、シリカのセリフありますと。本当にありがとうございます。もう、シリカが俺を救ってくれました、今。ソードアートオンラインから俺を救ってくれました。で、もう本当に確信しました。もう、メインヒロインですわ。
すぐはちゃんも出てないっていう、もう情報も今入ってきてまして、シリカはとりあえず出てると。バトルしてる。GGO でバトルしてるっていう情報をしっかりいただいて、声も入ってるって、日高さんの声も入ってるっていうのを聞いて、もう俺は1話から、ソードアートライン楽しみます。申し訳ない。この、俺はいいんです。シリカちゃんのことをバカにしたね、人たち。モブでも何でもない。ずっとメインだ、シリカちゃんは。で、ソードアートライン、アリシゼーション、今日の発表で、4クールっていうのはずっと前々から発表されてたんですけど、4クール、50話での構成になってます。結構やりますね。48話かなと思ったら50話いきますと。これはもう完全に30話ぐらいは、もうシリカちゃんの話で、ということでしょうね。もうとりあえず1話はシリカちゃん確定演出が出ましたんで、もう本当にね、嬉しい。嬉しい。本当に原作通りに進んでもいいとこもあるけど、やっぱアニメだから、アニメらしさを、やっぱり動いてるシリカちゃん見たいっていう。ね、小説じゃそれは表現できないじゃない。別会場の視点とかね、それをやっぱりアニメでしっかり表現してくれる。やっぱり、アリシゼーションのスタッフさんに本当に感謝したい。需要がしっかり分かってるアリシゼーションのスタッフさんに感謝したいと思います。だからもうね、今日ね、もう今日で、もうやめよう。この争いは。うん。もう誰がどうだとか、ね、キモオタが喋るなとかね。ね、おすすめに出てくるなとかね、知らない、そんなのは。俺に言ってくるな、そんなのは。だから今日から、もう、ソードアートオンライン、もうそんな、小説派だとかね、アニメ派だとかじゃなくて、争いなく、普通に今日はもう分かった。みんなで、モア謝罪です。モア謝罪して、気持ちよく、10月6日、ね、シリカちゃんの、放送を待とうかなと思ってますんで、まあね、ちょっと、申し訳ないですね。ね、シリカちゃん、お兄ちゃんだよ。半年ぶりだね、会うね。まあ、あの時はちょっとね、本当に悲しい感じになっちゃったけど、もう本当にずっとね、お兄ちゃんはもうアリシゼーションでシリカがね、絶対やってくれると思って応援してるけど、うん、まあ、ただね、無理だけはしてほしくない、シリカにね、うん、だから本当にすごい可愛いお姉さんのキャラクターがいっぱいいるから、シリカもね、前に出ちゃおうとか戦闘頑張っちゃおうみたいな言うのはもう本当にやめて、本当に心配で仕方ないから、そういうことしたらね、うん、だからシリカの強みっていうのはね、そのお姉さん方にはないね、強みがあって、ね、ボロボロになって戦ってるね、前線の人たちを笑顔で癒してあげる、それなんやシリカの売りはね、本当に回復役なのよシリカはね。だからどのね、もうゲームやってても MMO やっててもパーティーにヒールがない、回復役がないね、パーティーなんか終わっちゃうんだから。今ね、ソードアートオンライン支えてんのシリカっていう自覚持ちなさいよ。うん、もう SAO の心臓だよシリカは。うん、 SAO の柱だよ。でそれを分かってほしい、シリカには無理してほしくないってこと。だからもうほんと前線のね、キリト君がね、ちょっとボロボロにされても、それはもうグッとこらえて帰ってきなさい、危ないからほんとに。うん、もうそういうシーンは俺見たくないから、シリカがね悲しんでる姿絶対見たくないから、そこだけは約束してくれ、お兄ちゃんとね。うん、A1 さんは本当にね、うちのシリカをまあ預けるわけですから、まあ戦闘シーンもね、さすがだったって聞いてます。もう1話から戦闘シーンやばかったと、もう1話からもうギアマックスで走ってるっていうのを聞いてます。もう安心してます、その点ね。だからこそシリカのシーンはもう、もちろんね、やっぱキリト君メインになっちゃうからシリカのシーンは限られてくるんだ、もう重々承知します。それもシリカのね、尺を20分取れなんて言いませんよ1話。ただシリカの尺が1分、2分、3分、4分、6分ぐらいあったとして、シリカに使う枚数ね、紙の枚数はしっかり確保していただきたいなと思います。ほんと戦闘シーンと同じぐらいね、ファンが多いですから、我々そこら辺うるさいですよ、ほんと作画崩壊とかね、ほんとね、もう考えたくもないですけど、もうそれだけはやめてもらいたいなと思います。一生懸命ねシリカもやってますんで、そこはねお願いしますよ、本当に。あとよろしくお願いします。でシリカね、6日ね、もう本当に待ってるから、もうみんな、ファンもみんな待ってる、シリカのファンがいっぱいいるってこと、ついてるってこと忘れないで、1話から全力でもうシリカの良さを出してくださいって、ね、お願いです。じゃあ6日から1年間、もう遠くで見守ってるけど、頑張って一生懸命ソードアートオンライン盛り上げてください。